はい、こんにちは。12月の24日木曜日の株とか明日の売買シナリオでございます。さて現時刻でございますけども、14時ちょっと10分前ぐらいでしょうかね、日経平均株価の方まだあと50分弱、だいたい50分残ってるところでございますけども、50分弱とは言わないですね、まあ、26,600円台が今日日経平均株価維持できるのかどうか、この辺が大きなポイントになるのかなとにして見ております。ドル円レートの方でございますけども、まあほぼほぼ動きの方が残念ながらというんでしょうかね、動きがなくって、どちらかというとカバーベース主体での動きになっているというところでございます。今が103円の56銭水準で、東京金融取引所クリック株365の方は26,600円台で1円と、こちらはなんとか26,600円台を維持させているというところでございます。株式市場個別銘柄のところを見ますとですね、まあ、前場においてなんですけども、まあ、ちょっと上値が重いような状況ではございましたけども、値上がり銘柄数は1400を超えておりました。やはりまあ、押し目が意欲というところはあるのかもしれませんね。年内でなんとかこれ、まあ、ロングポジションを持ってというところなのかもしれません。日経225のインデックス指数などに組み込まれる新規上場銘柄などの入れ込みもちょっと期待しているのかもしれませんが、過度な悲観論はないというところです。ただしニュースなどで見ますとですね、元農林水産大臣の、まあ不正受領疑惑というんでしょうかね、であったりだとか、桜を見る問題、見る問題じゃないですね、桜を見る会の前夜祭、ここにおいて、安倍首相、元安倍首相の秘書さん、秘書さんという言い方もいいんです。第一秘書においては、これ起訴の動き、略式起訴の動きになるんじゃないか。そして本日の夕刻でございますけども、安倍前首相、記者会見を行うという予定にもなっているところでございます。さて、でそれがまあ国内事情なんですけどもね、で一方で海外事情でございます。クリスマスイブというところで、ちょっと後ほど資料のところでもご案内させていただこうかと思います。主要国かなりお休みないしは短縮取引になってくるところなんですけども、今夜20時でございます。今夜はこう20時だけ覚えておいてくださいと言ってもちょっと過言ではないのかもしれませんが、まずはトルコ中央銀行の金融政策決定会合がございます。おそらくこれ利上げするだろうというのは、このバイシナでも10年からちょっと申し上げてきました。消費物価指数 CPI との整合性をもってして、ようやく市場への、まあ、きちんとしたという言い方はちょっと失礼かもしれませんけどね、エルドアン大統領も、まあ、認識してらっしゃる新総裁がおそらく利上げするだろうというふうに見ています。そうしたところはトルコリラ円ですかね、トルコリラ円の動き十分ご注意していただければということと、同じくもう一つ20時でございますけど、ボリス・ジョンソン首相、ついに英国 EU のこの離脱に伴いましての各種交渉、これがどうやら大枠合意したという報道が出ておりました。それに関する記者会見をなさるんだと思います。本日でございますけどもね、リキアのエフェクト上ブログでもちょっとそれを、まあ、一番の大きなテーマとして書かせていただきました。そうした状況を踏まえてでございます。今回の売買シナリオ、こちらでご案内させていただきたいと思います。はい、まずはドル円からでございますけれども、今夜残念ながらというか、こちらのところで書かせていただいておりますけれども、主要国の各市場もほぼほぼお休みないしは短縮取引でございますので、動きの方はかなり乏しいんだろうというふうにして見ております。さてそうなりますとですね、我らがドル円でございますけれども、こちらの方も値動きは限定というふうにして見ておりますが、年末期ないしは月末期に、月末週末に向けてでございますけれども、こうした時はだいたいパターンとして、まあ、あくまでも竹部が勝手に言ったらアノマリーだというふうにしてご理解いただければというふうに思いますけれども、需給主体でドルを買っていくというのがだいたい東京市場終盤ないしは夜、まあ、そうした動きが過去速ではあったなというところでございます。ただし、まあ、英国の EU 離脱問題は片付いているというところでのリスクオフの懸念はかなり後退しているとは思いますけども、新型コロナウイルスの変異種というんでしょうかね、新しい形での伝染懸念、再拡大懸念だとか、あとは米国の議会におけまして追加経済対策9000億ドル、こちらのところがうまい具合に合意したんですけども、トランプ大統領がちょっと見直せというようなお話をなさっていて、署名をまだちょっと慎重な形にしていると。でそうなりますと、これそのままされませんとどうなっちゃうのかと、28日からですね、これ実はまたまた、つなぎ予算が切れるんですね。そうなりますと、毎年毎年の年末の
高齢といったら、まあ、米国においては大変失礼なのかもしれませんけども、米国の連邦政府機関の閉鎖、こうしたものがまた視野に入ってくるところではございますので、ちょっとドルのは、ね、重くなるのかなとして思いますが、それがなければカバーベース、まあ、じわりじわりと、まあ、ドル買いは出てきてもおかしくはないんじゃないかなとして思いました。ただし、103円の40から70での予想レンジというところです。で、それと合わせてでございましたトルコリラ円だとか、ポンドの動き、こちらのは一応ご注意していただければというふうにして思いますけども、ドル円単体での動きというのは値動きかなり限定されるんではないかなというふうにして見ています。はい、続きまして今度は日経225クリック株365の方でございますけれども、先ほど申し上げました水準とほとんど変わっておりませんというところで 26,600 今度は12円に今なったというところでございますけれども、今夜でございます。まあ、この水準の上下、まあ、大体100円幅ぐらいなのかなというふうにして見ておりますが、やはり米国の株式市場動向次第というふうにして見ております。ドル円を様子見とさせていただきましたけれども、この東京金融取引所クリック株365、こちらの方も、まあ、様子見というところなんですが、 26,550 円から26,725円の予想レンジ、どちらかというとリスクオフの感濃度の方はドル円よりもこのクリック株365日経225指数株式市場の方が感濃度は強いというふうにして見ておりますので、先ほど申し上げました、新型コロナの変異種、この感染拡大の懸念、再拡大の懸念だとか、あとは米国議会動向、それとまあおそらく、ボリス・ジョンソン首相、さすがにこの最後の最後になってですね、やっぱりしないよ、EU との離脱協議は嫌だよっていうことは言わないとは思いますけども、一応その辺のところご本人の口から出てくるまでは、まあ、分かりませんのでね。で、こうしたその EU 離脱の、まあ、歴史を振り返るという言い方も変なんですけども、投票の時からも含めてでございますけども、キャメロン首相、そしてテリーザ・メイさん、その前ですよね。で、今ボリス・ジョンソン首相というところで、この EU の離脱問題に関してはもう、お二方の首相退陣なされているわけでございます。最後の最後までわからないというところは一応ご念頭に置いていていただいて、まあ、そうしたところでの株式市場の動向、ただしまあ英国の動きというのは、ご念のところは限定でございますので、やはり米国株式市場の感濃度でしょうかね、そちらの方をチェックしていただいてお取り組みいただければと。で、基本的には上下双方向のリスク設定を忘れないようにしてお取り組みいただければというふうにして思います。はい、ということで、現時刻でございます。14時17分という時間帯ですかね。さて、クリスマスイブというところでございますので、まあ、マーケット云々、取引云々というよりもどちらかというとのんびりを過ごしたいんだという方も多いかとは思いますが、まあ、これも経験則、ただしあまり経験則でものを申し上げるとあまりよろしくないと思いますけども、まあ、大体こういった時期にあんまり大きな、びっくりするようなイベントというんでしょうかね、リスクアクシデントというのはあまり記憶ないんですけども、ストップロスないしはプロフィットメイクでのオーダーだとか、ああいうところはですね、十分お忘れないように夜お過ごしいただければというふうにして思います。以上、12月の24日木曜日の株と為替の売買シナリオでございました。